はい、どうも皆さん、こんにちは。スターーディのコーナーゲントです。今回やっていくのは、小学生が解く定番問題。この図形において、この赤い部分の面積を求めようと。まあ、この問題ですね、中学受験を経験したことある人なら、一度はね、見たことあるんじゃないかなと思います。この問題、パズルみたいに解ける非常に面白い問題ですし、あとはね、押さえてほしいポイントがあるので、ぜひね、一緒にそれをマスターしていきましょう。 それでは早速、この図形の分析をしてみましょう。扇形があって、で、ここのこの部分が3等分されてますよと。で、これのそれぞれの点から垂線を下ろして、ここの部分の面積を求めてくださいねと。まあ、このね、赤い部分の図形、まあ、台形に近いんですけど、ここの部分が曲がってるから、まあ、台形と同じようには解けないというわけですね。で、ここでぜひ押さえてほしいポイントが、このように、 項を含む図形の場合ね。項を含む図形の場合は必ず中心角を考えると。もうこれはね、絶対なんですね。まあ一応数算の範囲ね。えー、高校の数算の範囲を使ってあげると、まあ積分っていうものを使ってあげることによって求めることもできたりするんですけど、もうこれ、ほぼ項を含む場合っていうのは中心角を考える。これで絶対に解くことができます。今回の問題で言うと、 求めたい図形は、ここの部分ね、ここの項を含むので、中心角は、ここの角度ですよね。なので、まあ、ここのね、えー、角度が90度。で、それを3等分しているわけだから、90÷3 で30度。まあ、ここが30度ずつという風になるわけですね。このように、項を含む図形は必ず中心角。今回の場合は30度に着目して解いていくと。じゃあ次にね、何をしなきゃいけないのかっていうと、 ま、この赤い図形、こんなのね、公式ないじゃないですか。三角形でも台形でもないわけだから、ま、面積公式なんてない。ということで、こいつを面積公式がある。ま、要は面積を求められる図形に分解していくと。つまり、このね、求めたい図形っていうのを、うまくね、図形の足し引きで表してあげようと。で、今回、 このね、中心角を含む、この扇形を使ってあげないと、この子の処理っていうのができないわけだから、スタートは、この扇形から始めてあげましょう。ね、この扇形をまず使ってあげる。それを考えると、ね、この赤い図形っていうのを表すために何をすればいいのかって言ったら、まずは、この黄色い三角形を足したくなりますよね。そうすると、 ま、ここのね、図形になるわけだから、余分な部分として、この緑の三角形が出てくるわけなんですね。こいつを覗いてあげれば、ま、このね、求めたい図形になると。だから、引く緑の三角形。このように、ま、求めたい図形っていうのを要素分解していくと、これが、ま、よくわかんない図形の面積を求めるためのポイントですね。で、今回、この青色のね、扇形の面積っていうのは求められますよね。 半径が6センチで中心角が30度。ということで、あとは注目すべきは、この黄色い三角形引く緑色の三角形なんですけど、それぞれの三角形の内角をそれぞれ求めていきましょう。黄色い方は、ここが30度。で、ここの部分が直角なんだから、残りは60度。じゃあ、緑の方はって言ったら、ここのね、角度が30足三30で60度だから、まあ、30度直角と。 どっちも三角定規型の直角三角形ですね。で、さらに、円のね、半径が6センチなわけだから、この斜辺の部分は共に6センチと。とすると、この二つの三角形、全く同じ形ですよね。まあ、すなわち、合同なんですよ。この三角形をくるっとひっくり返したら、この形になる。よって、この三角形引くこの三角形っていうのは消えてくれるんですね。 まあ別の見方をすると、この二つの三角形が等しいということは、この共通部分、この星型の三角形を除いてあげた残りの図形の面積は等しいですよね。同じ三角形から共通する三角形を引いてあげた残りの図形の面積は一緒。なので、ここの面積をこの三角形に丸々移してあげることができるんですよ。すると元々の形っていうのは、 この形だったのが、まあ、この台形部分をこの三角形に移してあげることによって、この扇形に移りますよと。こういうふうに見てあげることはできますよね。まあ、このね、図形の移動のやってることっていうのは、この足し引きで相殺してるのと一緒と。まあ、結局求めたいのは、この扇形の面積なわけだから、半径の二乗かける円周率、π。まあ、これ算数だったら3.14ですね。まあ、一応 π としておきます。 かける、まあ、中心角が30度だから360分の30で、え36かけ12分の1は3、3π と、ま、円周率をね、3.14とすると、まあ、9.42と、平方センチメートルという風になるわけです。よろしいですかね ま、この問題ね、図形を足し引きしていったら、同じね、形があって合同っていうのを見抜いたらそこが相殺されるよねっていうパズルみたいなね、面白い問題なわけなんですけど、ま、その考える、その過程、項を含む部分は中心角を考えなきゃいけないよね。で、よくわかんない図形っていうのは、よくわかる図形の足し引きでうまく表したいよねと、この二つのポイントっていうのをしっかりと押さえて、いろんな問題にね、応用してもらえたらいいなと思います。 今後もね、こういった面白い問題たくさん取り扱っていこうと思うんで、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。